どうも皆さん、サンクル音楽教室でギターを教えている田村太一です。今週の1曲ですね、実はですねもう撮り終えたんですが、今日はちょっと瀬戸さんがお休みになって時間が余ったので、ちょっとなんやもう1個ぐらい撮ってみようかいなみたいな感じになってみてですね、何も楽曲も用意してない、いつものね、いつもと変わらないんですけどね、いつもワンテイクでやってるんですけど、今日は前にですねスティービーワンダーの何やったっけ、 You are the sunshine of my life ね、これ撮ったんですけど、じゃあもう一曲なんか撮ろうかということで、このね楽曲集の中にあるこのマイシェリーアモールっていう曲、これねジャズワルツになってるんですよ。でですね、今日はちょっとだけね、これね、あんま見せたでしょ怒られるかもしれない、こんな風になってるんです、楽譜ってね。で僕、まあ、曲がここから始まってですね、ずっとこう進んでいくわけなんですけど、こんな風におたまじゃくしで音符書いてるとこは私がおたまじゃくし読んで弾くんですけどね、ここなんか線チュ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 って、この曲ワルツなんで1小節が3拍で3小節なんで、3拍でこう 3拍ずつでこう1小節進んでいくんで、ここねアドリブって言いまして、ここコードが鳴ってる間お前好きなことしろとこう言われてるわけなんですよね。まあソロを弾くわけなんですけどね。で今日まあこれちょっとミスプリなんですけど、7コーラス書いてます。ここ3コーラス。3回ここをぐるぐる回すから、その間お前が好きなことしろっていうことで、ここソロを弾きます。で、このね、ソロをなんですけど、これね、ここにいっぱいこんなコードが書いてあって、これがだんだんこう、コード変わっていくんですよ。で、これね、ちょっと今日はね、おまけ編なので、ちょっと一個ずつ解説したいと思います。こう、ね、まず一番最初に出てくるコードが G メジャー7っていうコードなんですけど、こんなコードなんですけど、このコードの時は G メジャースケールっていうスケール弾きます。このスケールを使って、このこれ、まあ、順番に弾いたんですけどね、下から上にね、これをね適当にこう、順番にねやっていくとこ難しいんだけど、まあ今日おまけなんで、次のコードが C 分の Gm7 ということ、これギターでいくとこんな音します。で見た目も面白くて、まっすぐツンと押さえてるだけなんですけど、これはいわゆるコード的にギターで解釈する場合 C7 サス4っていうコードと同じ扱いになって、スケールはミクソリディアンスケールって、もうややこしいでしょ、なんか暗号言うとるみたいな、ミクソリディアンスケールっていうスケールで、このコード弾いた時に合う音は、最初に出てきたコード言ってるんですけど、こうちょっとお分かりになるかどうかわからないんですけど、これ全部4つとも違うキーの違うコードなんですよね。だからその僕はこうなんかその中でメロディーを作ったりしてなあかんねんけど、キーはこう123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 1
こう途切れ途切れにならないようにメロディーを作っていくっていうことをアドリブでやります。でこれがね、
こう難しい言葉になるんですけど、ベストなアプローチっていうのはホライゾンタルアプローチとバーティカルアプローチを両方兼ね合わせたようなアドリブが一番いいって言われるんですけど、バーティカルアプローチっていうのは縦のアプローチでコード1個ずつについてこのスケールがこれでメロディー作るっていうことなんですけど、ホライゾンタルアプローチっていうのはコードの進行の中でメロディーを作る、イコールバーティカルでコードが変わっていくのにそのスケール対応させながらそれでいても歌のメロディーのような流れを作るという、このホライゾンタルとバーティカルが両立するようなメロディーっていうのを作れることを目指してですね、あのアドリブする方は頑張っていただきたいと思います。長々とすいません、曲やります。マイシェリーアモール参ります。あー緊張した、もう One.